はいどうもおぱしです。今回は、忍者さんと一緒にチームデスマッチやっていきたいと思います。お願いします。やだね、お願いされたくないね。まあ今回は、2015年1月1日ということで、開幕即死、明けましておめでとうございます。忍者さん、おめでとうございます。お年玉ちょうだい、お年玉ちょうだい。黙って、俺さっきから死にまくりなんやけど、これ敵強くね、なんか、まあ、いやね、なんかジャニも死んでる、めっちゃ死んでる、めっちゃ死んでる、めっちゃ敵強いんですけど、 OK で、今年はね、待って、敵上手くね、マジで、どうした。で、1月1日ということで、2015年新年なので、今年の抱負をね、嘘を知らねえか、皆さんの抱負を、皆さんというか俺と忍者さんの抱負をね、ちょっと話しながらやっていこうかなという。忍者さん、新年の抱負はありますか？ちょ待って、今忙しいから。うそ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 う、俺は近年の抱負だろ、今年の抱負、ね、今年の抱負やっぱりね、 COD っていうね、服をね、そろそろね脱ぎたいんだよね。おお、 COD1 本しか上げてないけど、ほうほう、ちょっとね、別のゲームでね、幅をね広げて、何やりたいの？なんかこの人はさっきから結構きついんだけど、角待ちしてたり。やっぱね、他のゲームするのもね、とりあえずはやっぱ一番最初はリアクションが簡単なホラーゲームでもやってみる。ああ、でもそれ君あなた半年か1年ぐらい前から言ってるよね。そうそうそう、もうあれがね、本当にね、やりたくてね。なんかもうソフトは決まってんの？いやいやいや、PS4 のあるのかなって。あ、もうサイレントヒルとか？それやっちゃおうよ。やればいいじゃん。それやっちゃおうよ。サイレントヒルと、あとなんかあったっけな、なんかいろいろあるはずで、一応 PS4 も、あとあの海外のゲームだといろいろあると思うよ。それダウンロードではできない？ダウンロード限定だと思うよ、あのサイレントヒルとかは確か。うわ、これ決め打ちされるのつらいな。やっぱね、そういうあれを脱ぎ去って、やっぱ一 COD 実況者というものを脱ぎ捨てて、なんかね、ちょっと幅広いことをやってみたいなって、来年は。幅広い、あの、それは俺も似てるかも、うん、幅広くちょっと活躍していきたいなと。オパコはね、今年の抱負は、抱負というか目標、目標はね、チャンネル登録5万人っていうのを前から掲げてるんだけど、電話やん、ソーリー、うそやろ、うそやろお前。まあしゃあないけどさ、そっちを優先すべきだと思うよ。電話出ていいよ。いやいや、もう切っちゃったよ。あ、切っちゃったので、たお、すげえプロ意識の高さだな、切っちゃったとか。あれ、どこ行った？当たんないやんけ、どこ行った？スイッチ入ってるからね。で、あの、チャンネル登録5万人を目標に頑張っていきたいと思います、今年は。おお、去年1年で1万7000人増えたからさ、5万人が今年の目標でございます。で、まあ、抱負としては、抱負ってか、まあ、どんな感じでやっていくかっていうのはね、まあとりあえず、あの、常にそのファンの人を第一にという目線でね、頑張っていきたいと思います。おお、ファン目線で、ファン目線で、そう、だからそのファンの人が喜んでくれる動画っていうのをやっぱね、第一に考えてやっていきたいなと思います。おお、なんかそれすごい、それっぽい、大人になったでしょ、それっぽいでしょ、ね、マジか、倒せない倒せない倒せない。で、お、なんかいるじゃん、なんかいるよ、なんかあの人頭出すな、多分もう一回、あの性格は、あ、ごめん、あの性格って一瞬で読んじゃう。そう、彼は、ほらほら、 あの性格のプレイヤーはね、頭出すんだよ、ああいう同じ場所でイモル系男子だから、多分あの人はさっきからずっとあそこにいたから。やばいやばいやばい、あー、罰金シット、何ね、うわー、危ね、何それ。いや、この人たちマジ強いんですけど、普通に普通に強い、普通に強い。忍者さんさ、今年新たに挑戦してみたいことってある？なんか挑戦、やばいやばい、死にそう、挑戦って言ったらね、もうさっきとほとんど一緒のことだからね、他のゲームをやって、やっぱね、他のゲームをやって、やっぱ COD だけじゃないユーザーの方もね、ちょっとね、動画見てもらいたいなと。 COD だけじゃないですよ、なるほどね、僕にはこういったこともできるんですよ。意外とホラーゲームもいけるんやでって。意外といけるんやでみたいな、いけるんやでみたいな。
今年終わった。あーマジか、うわマジでうめえなこの人たちマジで。今年ね新たにやってみたいことを、あ待って仲間やあれ、新たにやってみたいことね、俺トライアスロンをちょっとやってみたいなと思うんですよ。おお、結構最近さプール行ったりとかさ、若干体鍛えてるからさ、そうちょっとトライアスロンやってみたいなと。せっかくだから走って泳いでチャリこいでって、なんかもうなんかアイアンマンじゃん、なんかすごい健康的な体も手に入って、かつなんかしっかり体も絞れてすごい、うわーすげえいいかなと。であとはまあ俺もなんかそのちょっとその何どう自分のそのリアルの方の仕事とは別にオパシとしての仕事もね今後はちょっとしていきたいなと思うかなぐらい。ほう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 、やっぱチャンネル登録がさ結構いい感じに増えてるからさ、そういう話も入ってくるわけで、だから、うんうん、まだ別に来てはいないけど、例えばなんか本の話だったりとか、なんかどっかのイベントの話とかさ、ラジオの話とかさ、なんかそういうのがあったらどんどん積極的に今年はやっていこうかなと。去年は結構断っちゃってたから。本の話いっちゃう？本の話。なんかそういうの来たらやってみたいじゃん。なんか普通に生きてたらできないことだけど、なんかそのね動画実況者だからできる仕事みたいなのもちょっと面白そうだから、いろいろ挑戦してみたいなと今年は思います。あれ僕の仕事は YouTube とか言うの？いや違う、僕ピー入れといて、ピー入れといて、僕の仕事も YouTube っていう、めっちゃもう逮捕されちゃうわそんな本出したら。まあ、それ個人で本出す気はないけど、なんか何そのインタビューだったりなんかね、そういうオパシっていう本の仕事もね今後はちょっと受けていって、なんかいろんな世界を見てみたいなと2015年は思います。はい、すごい、あーすごい超適当な終わり、あーすごい、さすがさすがオパシさんということで、さすがオパシさんということで、2015年もピザクラン、オパシ、忍者 XR を皆さんよろしくお願いします。皆さんもね、オパシさんはどうでもいいので忍者よろしくお願いします。皆さんも、2015年がいい年になりますようにお祈り申し上げます。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、お気に入り登録、コメントお待ちしてます。2015年もよろしくね、バイバイ。よろしくね、バイバイ。